アイテム番号 SCP-290-JP オブジェクトクラス、政府特別収容プロトコル。 SCP-290-JP は一般的な電波暗室の中央に設置し、有線式の監視カメラで常に SCP-290-JP の状況を確認してください。SCP-290-JP を用いた実験を行う際には、必ずセキュリティレベル4以上の職員の許可を取ってから実行してください。また、SCP-290-JP に入力する目的地は必ず地球の範囲内、日本圏内が望ましい、に止めてください。SCP-290-JP が予期せず作動してしまった場合には、SCP-290-JP、A を回収し SCP-290-JP、A がもたらしたものをすべて回収、処理、記憶処置してください。説明。SCP-290-JP はサムスンの発売したスマートフォン、編集済み、の形状をしたデバイスです。普段は消灯されていますが、SCP-290-JP は電波の通る地域に入ると一人でに画面を起動させ、簡素なインターフェース画面を表示します。この際に SCP-290-JP としての機能以外のいかなる操作をしても、これ以上 SCP-290-JP が反応を示すことはありません。電源ボタンのオン、オフ操作にも同様に何の反応も返しません。SCP-290-JP のインターフェース画面には入力、サーチ欄があり、そこに通常のスマートフォンのナビで使用する際のように目的地を入力すると、人間の入力者、以下 SCP-290-JP、A とする、は、何らかの強制的な力により一番近い目的地に最短の、直線距離、で5時間かけて均一な速度で直行します。間に障害物、建物や地面等、があった場合にもそれを壊して、掘り進んで SCP-290-JP、A は進みます。また、この際にどれだけ衝撃や環境変化があっても SCP-290-JP、A は元の人物としての大体の原型を目的地に着くまで残しています。無茶な目的地を設定した場合、大抵 SCP-290-JP、A は途中で死亡します。SCP-290-JP は、年8月、日、サイト、81、の職員、の背中に一通の手紙に写真と一緒にいつの間にか入れられていて、同僚によってそれは発覚しました。SCP-290-JP に対して何も心当たりがないと証言しており、ポリグラフはその証言が事実だと示しました。ポイ1、サイト職員、の背中に入れられていた手紙全文。君たちもバカンスを楽しもうぜ。ジョージ、プラトン、チン、ウラル、ヘルマンボブより。ここにバカンスの際のような格好をした3人の中高生の男性の写真が挿入されている。人物と背景の特定はできておらず、その中には野生絶滅状態に陥っている動植物の姿も確認された。私のバカンスは7月にもう過ぎ去ってるんだよクソガキども。博士。ポイ2、サイト、81。内部もしくは外部での SCP-290-JP 使用実験記録一部抜粋。目的地、サイト、81。内部の食料庫、被験者、B クラス職員1名。ポイ。移動直線の間に薄い板を設置してある。結果、5時間をかけて非常にゆったりとしたスピードで目的地の入り口前に到着した。間に設置した板はすべて押し割られ、被験者の鼻の骨が折れた。尾行、死にかけのカタツムリのようなのろさだった。博士。目的地、お金を一番持っている人物の下に、被験者、B クラス職員1名。ほい。原文ままである。結果、居合わせた職員の中で被験者から一番遠くにいた。博士の本へと非常にゆったりとした速度で直行した。また、
博士がその場から動くと被験者も同様に新しい、博士のいる場所へと進路を変え、時間が経つごとに被験者の移動速度は上昇していった。尾行、自分から一番近い演習場に複数の人間がいない限りは、一番近い人物の下に連れてくるはずだよな。そいつが、近く、で、一番金を持っている。のだから、なのに私を追いかけてきたということは、この SCP には小さな最低限、最大限の捜索範囲があるのかもしれん。博士。目的地、ネッシーのいる場所、被験者、B クラス職員1名、結果、被験者はサイト、81の食料保管庫にまで5時間をかけて移動した。被験者の静止した場の前には魚缶が大量に積まれていた。目的地、写真の場所、被験者、B クラス職員1名。ほい。被験者にはあらかじめ SCP-290-JP と共に同封されていた写真を見せてある。結果、被験者は目的地を入力。サーチすると同時にその場から姿を消した。GPS による位置情報検索も B クラス職員が元いた場所を指すのみ。また、写真の中に被験者らしき破片が散らばっていて、周囲の動物がそれを食していた。目的地、北海道、被験者、B クラス職員1名。ほい、被験者は、バイクに乗せた上でシート等に体を縛り付けてある。結果、被験者は自らを縛り付けているものを直進する勢いで全て振り払い、破りちぎって、目的地まで進んでいった。バイクは実験地から、メートル離れた地点で回収され、被験者も函館市の海岸近くで回収された。尾行、やっぱり無理か、博士。目的地、ブラジル、被験者、B クラス職員1名、結果、削除済み。衝撃波等が原因で、メイの付近にいた職員たちが重軽傷を負い、メイが死亡した。この事件を受け、SCP-290-JP の実験は一旦廃止されることになった。尾行、地球の裏側と入力しなかっただけまだマシなのでしょうか。研究助手。もしもお前がこれに遠い外国のどこかを入力したのなら、衝撃波であたりは粉々になることだろう。言うなれば直線距離、キロメートル、を5、時間、で割った数字がキロメートル毎時となるんだからな。目的地が宇宙だというのならなおさらだ。扱いにくい代物だよ。博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんです。